あ、これもそうですね。なんかあの、もう、うわ、すごっ。これですね。こぼしたんでしょうね、多分。ああ、置いてますね、これは。あの、ずっとある。置いてますよね。うん、焼いてます。これ。これをここで火使ってます、ね。確かに。ここも。え、これは。お酒。お酒ですね。あ、本当ですね。もちろんね、こういうのあったりするんで。そうですね。これ。もう間違いないですね、これは。これはひどいです、ちょっと。ちょっと行きますか。行きましょう。こっち側から。うん。この、まあ、この時間までやってたんですね。これもお菓子の。うん、まあ、その辺のゴミとか。ちょっと降りていきましょうか。あ、これまだ残ってますね。ああ、置いてますね、これは。あの、ずっとあるんですけど。本当に、これは本当に片付けるつもりが。多分ないかもしれない。ないですね。あ、これ、あれじゃないですか。焼けて、焼けてますね。焼けてますよね。うん、焼けてます。これ。これをここで火使ってます、ね。確かに。ここも。あれです、黒ですよね。ですね。ちょっとわかりにくい。ねえ、ねえ、なんかこれ何ですか。これは誰かが食べたものが植えて。ああ、結構そんだけ飲まれたっていうですね。そうですそうですそうです。夏の段ボールマスクが捨ててある。あ、ほんまですね、ゴミが。これあれですね、折られた後ですね。あ、そうですね。これ遊び半分でちょっと行きますか。はい、そうなんですよ。ここまで自転車で来れる。あ、そうなんですよ。ところにあの、ありますそのまま放置したような感じですけど、いやちょっと匂いがあれですけど、お酒の瓶ですね。え、これはお酒。お酒ですね。あ、本当ですね。しかもトイレの開けっぱなしですね。ああ、トイレの中ももう缶とか入れっぱなしですね。ああ、あ、思いますね、逆に。これはひどいな。見えんところで。ねえ、見えないところで隠してる、捨ててるっていう感じですね。こっちの方もそうですね。ちょっと行きますか。行きましょう。お味で。これ何かな。やってるから場所取りに楽しむんだろうけど、でも場所取りに来る割にはなんか非常に汚れてるな、うん、あ、これなんか食べ残しですね。そうですね、多分これ放置ですかね。あ、これなんかもそうですね。ね、この上にも。あ、本当ですね。あ、火の跡ですね、これ、ね、まあ、この、こう、なんかね、ポールがバキバキに、そうですかね、これバキバキになってます。でもこれ、シール貼った跡があるから補修してるんでしょうね。補修してるんでしょうね。え、まあ、もちろんね、こういうのあったりするんですけど。あ、食べたままですね。そうですね、ちゃんとお手振りで手拭いとるわ。ほんまですね。さあ、こういうことするから早くやってみますか。そうですね、ちょっと大丈夫かな。もうありますね、ゴミが。ああ、もうそうですね。これもう間違いないですね、これは。で、これはあれですよね、昨日の。あ、そうですね、夜の段階で用意しておいてるんですよね。今日もやるんでしょうか。今日やるんですよね、多分。カゴだけど、ちょっとどっかから持ってきた、あの、個人的に使うようなんですかね、これ。それをそのまんま、ね、この辺ももう、そうですね、もう当たり前のように。まあ結構カラスがね、持ってったのもあって、ちょっとね
分散しとんかなっていう。あ、これもそうですね。なんかあのどうなんですかね、何とも言えないですけど、そうですね、ハウスがダクションかな、この上にもあるんで。ああ、本当ですね。ちょっともったいね。うわ、すごっこれ。これひどい米ですね。こぼしたんでしょうね、多分。これ絶対米でしょ。これ米ですね。あ、米ですね。ちょっと見たんですけど、外国の方がゴミ拾いをしていると。そう、なんか電話しながらですけど、片言のことをしゃべりながら、ね、だからなんかアルバイトかなんかなんですかね。なんかお買い物なんかなと思ったら、そうじゃなくて、じゃなくてですよ。ですね、これ。これは彼氏はかじってる可能性がありますね。はいはいはい。カラスこんな感じなんですよね。まあまあ、あのバラバラします。はいはいはい。ちょっと待って、桜ぐらいじゃないの。あ、ちょっとちょっとちょっと待って。あれ折れてる。折れてない。ちょっと。いや、これは。これはひどいよ、ちょっと。いや、これはいけんよ。絶対だよ、これ。取れてはないんだ。取れてなかったらいいんだけど。これはひどいな。桜取ったような感じですよね。取ってますね。他、そうでもないですもんね。ここだけ。ここだけです、ね。ここだけです。だから、あそこ引っ張ったんじゃないですか。あー。あの木は。なるほど。まあでも、ここね、折れてますからね。はい。ああ、ひどいね。でもこっちの辺に来るとクラスを追跡することは、やっぱり向こうの辺なんかやっぱり一緒ですね。そうですね、なんか。ね。ほんと去年は、ゴミっていうか、結構もうそのままだったんで、今年は火遊びが多いですね。火遊びが。結構やっぱり場所取りをしとるの多いな。多いですね。なんか去年より多いですね。あ、そうですか。うんうんうん。まあ、桜オールにはちょっと許せるんですよね、ほんま。そうですね。いや、本当に。でもすごいですね、ここ。岡山城がちょうど、ツンと見えますから。出て6時になったら、清掃活動が始まるんで。始まるんだ。で、そっからまあね、日が完全に昇る頃には綺麗な状態で。ああ、はいはいはい。なるほど。じゃあ雇われのおばちゃん連中なんですね。そうですね。おばちゃんおじさん連中なんですね。ちょっとボランティアかなんかちょっとわかんないですけど、わかんないっすね。あのね、小屋の中入ってったんで、うん、まあでも今年の傾向はあの、まあ、バーベキューの、まあ、ゴミっていうかね、あの灰なんか炭の跡とかもあったりするんですけど、なんかね、あのゲリラ的な、まあ、2人とか1人でね、なんか食べたや飲んだみたいなね、あの、はいはい、そんな大規模じゃない感じの集まりで、なんかまあ、伏せてるとかがあるですね、はい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 。まあ、これぐらいはいいだろうみたいな、はい、ちょっと今、身元がつきにくいようなね、そうですね、ゴミっすよね。あの、カンカンのポツンといるくらいでね、そうですね。トイレ行ったら飲んだからそのまま放って帰ったみたいな。そうですね。まあ、バーベキューとかやってたら多分特定される可能性もあるんで、まあそうですよね。だからもしかしたら去年のあの鍋に火のついた電柱は多分
ね、こっちじゃなくて別のとこ行くんだっけ。そうですね。